がついたシリュウたちと共に掃除球へ向かったセイヤ。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、セイヤたちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンとヒョウガの前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つヒョウガだが、しかしその力は全て跳ね返され、力尽きてしまう。シュンはネビュラチェーンを敷き、ジェミニに対抗するのだった。一方、セイヤとシリウは、ジェミニ幻影の迷宮。本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前はなまじ目が見えたために敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では目の見えるヒョウガとシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ、あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。堂々とネビュラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。全ては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど一体どこに。ブロンズセイントのお前たちには気づくまい。永久虫が神の存在を知る由もないようにな。さあ、生き物を止めてやるぞ。ゴールドセイントの恐ろしさをとくと見ろ。このジェミニの迷宮に迷い込んでさまようがよい。おかしい。僕のチェーンが戸惑うとは。レディーバーン。そんな攻撃では。そんな攻撃では
せ。何？誰だ？私の瞑想を邪魔した者。なんだ？恐ろしく挑戦的なこのコスモ。このコスモ、フェニックス。幻影が乱れた。そこか。行け、スペアチェーンよ。直すのは目の前のジェミンではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。アンダーウェイ。そいつが何光年彼方に隠れていようと、必ず見つけ出して倒せ。限界感も超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかしあそこで幻影が乱れていなければ僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。
それにしても、氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。セイントセイヤ指定対決、君はコスモを感じたことがあるか。